とバッチ。今週のテーマは岩手最大のソフトパワー、文化芸術振興の取り組み。県では文化芸術振興指針4つの主な施策の方向の一つである文化芸術と県民の交流支援体制の整備として、地域の文化活動を支援し文化芸術と住民をつなぐことを目的に、岩手県文化芸術コーディネーターを配置しています。コーディネーターは県民の皆さんの文化芸術活動に関わる企画、出演者、活動場所などの情報提供やアドバイスを行います。県では今年3月に改定した岩手県文化芸術振興指針で、文化芸術コーディネーターを地域における文化芸術振興の中心的役割を担う存在として位置づけております。文化芸術コーディネーターの方々には、今年度から各広域振興圏でスタートさせる文化芸術活動支援ネットワーク会議の開催をはじめ、コーディネートや情報発信など地域に密着した活動に積極的に取り組んでいただき、県全体で文化芸術活動を活性化させるよう活躍していただきたいと期待しております。コーディネーターとして委嘱されているのはご覧の4団体です。いずれも経験豊かな皆さんが地域の文化芸術活動のサポートに取り組んでいきます。私たちのコーディネート活動っていうのは、人と人、文化と人、それから文化と地域をこう結ぶ仕事じゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。その文化芸術活動を通じて地域を起こしていったり、人づくりをしていく、そのため あのマッチングが一番大きな仕事だと思っています。文化芸術は人々に安らぎと勇気を与え、地域の絆を深め、新たな交流を生み出し、そして復興へ歩みを進める皆さんへの支援につながる力を持っています。文化芸術コーディネーターとともに文化芸術活動に取り組んでみませんか？岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。